どこ？カーペットに仕事が生えても音が鳴らす場所だ。俺たちは贅沢言えねえだろ。今夜うちに来て、ドムとロキシーも一緒に準備する。手を貸してくれるって。あとはマイコも。え、どうやったの？大きな一手を用意したのよ。来てから全部話す。あとはピザは何がいい？イナゴペパロにチーズをうんと多めに。やっぱり。じゃあまた夜にね。わかった。わざとやってるのか？
崩しの下で落ちろ。
てやる。WNS ニュースへようこそ。ハリクリクバーです。本日は役所からのお知らせを中心にお届けします。NCPD はサイバーウェアは常に認可を受けた製造者からのみ購入するよう強く呼びかけています。ノースオークとチャーターヒルにノーマッドのキャラバンが多数姿を現しました。報道によると NCPD の努力の甲斐なく一部がシティ内に入り込んだ可能性があるようです。ノーマッド相手には自国の you
生きて帰ることはできない。さっさと諦めな。かくれんぼか。遊んでる暇はねえんだよ。Walk.
いい。さあ入って、ピザが冷めるぞ。みんなキッチンだ。待ってたよ。さあ座って。紹介する、こっちはアロキシー、クラウドで一番の古株よ。どう思う？いいよ、よろしく。クラウドの件聞いたよ。もうなんで私あの日休みだったんだろう。ただでピザ食ったらさっさと行くぞ。いいな。エブリンとの関係は？
友達よ。あの子がクラウドに戻ってきたとき、私怒っちゃって、一度足を洗ったはずだったから。でも本当は、また会えて嬉しかったのよ。それがあんなことに。それで、計画は？マイクを待ってる。死体の匂いって消えないのよね。あなたはよく出くわすんでしょ？どうしてるの？相変わらず舌が回るのね。そう？これでも口には気をつけてるのよ。ところで、フォレストが仕事に来てないんだけど、昨日からよ。具合でも悪いんじゃない？なんでだろうな。それか、宝くじを当てて月に旅立ったとか。ほんと、どうしたのかしら。で、挨拶は済んだ？作戦について話したいんだけど。行動チップを改造したの。これを使ってドールに運動反射システムを追加できる。つまり全員トップクラスのソロ並みに動けるようになるってこと。モックスでフェイクオーガズムの調整をしながらそんな技術を身につけてたなんて。ここは禁煙よ。吸いたいなら外に出て。換気すればいいじゃん。分かった、窓際に行く。訓練されたようなプロの動きを体が反射的に繰り出せる。効果はトムが実証済みよ。自然反射をチップのインパルスで置き換えることになるから、使用者は一種のサイバーサイコシスのような状態になる。でもドールが客相手に人格を変えてるのと同じだ。とりあえずいい話ばかりだけど、まだ信じないよ。副作用は？脅威を検知すると自動的に戦闘モードに入る上、それを止める方法はない。この点は残念。他には？わからない。大勢のドールで何ヶ月もテストしない限りはね。倫理的な問題もある。人を殺してもその記憶がなくなるわけだから。実際に見てみないと信じられない。それ、その言葉を待ってた。タム？カンフー訓練用のバーチャから引っ張った動きよ。今トムがやってみせたでしょ。あんなのは手品。戦闘技術が見たいの。幸いその道のプロもいることだし、 B を相手に一戦交えてみてくれない？ B？ 気に入ってんだから部屋をめちゃくちゃにしないでよ。いつでもいい。B？ すごいぞ、今の見たか。体を鍛えないとな。ジュディ、すごいよ。恐れ入った。商品として売り出せば、シンガ州国で一番リッチなジュディになれるでしょう。世界にはただでさえ殺人マシンが溢れてるんだから、これ以上増やしたくない。この件が済んだらチップは破壊する。なるほど、よくわかった。チップは問題なさそうね。本題に入りましょう。戦力は前衛が3人とテッキーが1人。どう動く？警備とタイガークローザー相手なら圧倒できる。奴らを1人残らず無力化して追い出したら、クラウドは私たちのもの。幹部には最後通告をする。クラブに二度と顔を出さないと誓えば売り上げの一部を渡すって。店の運営に口を出さないこともね。そんなことだと思った。中途半端でイカれたプラン、先のことが全く読めてない。店の警備を排除してもクローズが増援をよこすだけ。ヒロミ佐藤と話をつけないと。実
実に面白い。私はオークリッジ病院。ヒロミ佐藤、何者？クラウドの真のボス。めったに姿を見せないくせにくしゃみ一つ見逃さない。クローズの一員だから信用されてるし発言力もある。正直説得するのは難しいでしょうね。弱みを握って脅しをかけるしかない。そのヒロミってのはどこに？あの男は H8 メガタワーに住んでるわ。最上階の高級ペントハウス。家では常に室内にいるみたい。中に入る方法を考えてみる。ズバリサイバーサイコシスの原因は？一概には言えませんが、発症しやすいのは。外で奇襲をかけたらどう？そいつがホットドッグにかぶりついてる時とか、路地裏で用を足してる時にさ。どうしてわざわざペントハウスに侵入するのよ。警備だっているでしょ。ヒロミは常に護衛を従えてるから、どの道一緒よ。何よりペントハウスに踏み込めばいつでも襲えることを証明できる。通りで暴力を振るっても意味はない。どう？ B、トム、ロキシー、やってくれる？少し考えさせて。人を殺したことなんてないから。俺はやるよ。 B は？まさか本気でやろうと思ってないだろう。任せて、ジュリー。協力するって言ったでしょ。ありがとう。感謝するのはまだ早いでしょ。ヒロミとの面会を取り付けるわ。 2,3 日時間をちょうだい。じゃ、さようなら。ちょっと待って、マイコ、送ってってよ。いいけど黙っててよ。頭痛が始まりそうだからとはいえ、ここは強調したいのですが、怖くなってきた。感謝って言えば、私がお願いしてることって本来なら報酬を払うべきことでしょう。助けるって申し出は嬉しいけど、ちゃんと正規の報酬を払うよ。そうさせてくれる？そうね、ありがとう。助かるよ。気にしないで。何かしらの症状が出始めたらどうすれば？ねえ、B、大丈夫？ B、調子が悪そうだけど。どうしたの、B？ 具合でも悪いの？することで好ましい特質が回復するのです。例えば従順性。エブリンが持ちかけてきたレリックの強奪計画を覚えてる？忘れようがない。あの生体チップにはジョニー・シルバーハンドの意識が保存されてたの。私の意識は彼の記憶痕跡で絶賛上書き中。それマジ？残念ながら。そんな、何か打つ手はあるの？そう願うしかない。すっかり遅くなっちゃったね。ソファーで寝てっていいよ。そうさせてもらおうかな。遠慮しないで、くつろいじゃって。みたいだな。あんたも飾ってもらう？いい趣味してんな。一つを除いて。どれのこと？お前を見る目つきさ、気づいてるんだろう。そしてお前もまんざらでもない。分かってるぜ。ロボット工学までかじってるのか。はっ、こいつはすげえな。プライベートでも機械いじりかよ。きっとこれがジュリーなりの心の落ち着かせ方なのね。
方が身のためよ。クレイさんの名前は聞き取りもないはずなんてね。いろいろ探ってくれたらさ、とある不当が怪しいと分かった。メールストロームの島だ。グレイソンを見つけたのね。やつとスマッシャーとのつながりは。アフターライフに来な。そこで話そう。分かった。
認してもらってます。アポなしで行くわけだしね。私のことはなんて？ジョニーとはよく話すんだろう。ジョニーがするのは自分の話ばかり。だろうね。あんたは本当にいいの？なんだ、おじけづいた？ただジョニーに乗せられたんじゃないかって。アダム・スマッシャーはあいつの問題でしょ。そう思う。あなたは今までスマッシャーに出くわさなかったのよね。何度か話題には上ったけどね。ならどうして探そうとは思わなかったの？ジョニーが戻って事情が変わったんだ。わかるだろ？ええ、そうね。そうだと思った。続きはまた後にしようか。車はここまでだ。グレイソンとスマッシュを一度に片付けられたらついてるね。野郎はこの辺りに隠れているはずだ。オーケー、始めましょう。この辺はネズミが多いからもう少し暗くなるまで待った方がいい。その間何するの？もちろん見張るんだ。よし、もういいだろう。メールストロームと遭遇したら援護を頼んだよ。さあ、行こう。緊張してるな。念のため援護してやれ。Ah!
見つかるんじゃないの。バレるだろ。ありえない。よし、やるじゃないか。集中攻撃を受けてる。援護してくれ。
一人で十分じゃ。船に隠れてるようね。よし、調べてみよう。右に向かうんだ。あった。エヴェニケン号。冴えない船ね。中はもっとひどい。いいか。やり過ごせるかもしれない。こんな看板を調べる。了解。どうして付き合ってくれるの？蹴りをつけたいからさ。ジョニーの仇？それもある。いつまで隠れてるつもりだ。食ったね。たまにはやるじゃないか。くそ、今の聞いたか。グレイソンでしょ。そうじゃない。あいつ俺の銃で俺を撃ってきやがった。マロリアン3516。あの響きはどこで聞いてもすぐにわかる。生きて帰れると思うな。これはあんたの銃じゃない。グレイソン。なんだよローグ。俺たちは仲間じゃなかったのか。まあ別に驚きはしない。裏切りはお前のお箱だからな。スマッシャーはどこ？話した方が身のためよ。そんなひどい状態で、おまけに誰も助けに来ないんだから。別に黙ってるつもりもないなあ。
不思議に思ったことはないか。アラサカタワー襲撃後、なぜローグだけが生ける伝説になれたのか。アトランティスの他の連中と何が違ったのかをな。輝かしい肩書きと快適な暮らしはただじゃ手に入らない。誰の何をしゃぶったらここまで成り上がる。スマッシャーはどこ？アラサカの連中と一緒だ。分かりきったことだろう。いつ戻ってくるの？来ない。中心アダムはあそこの警備責任者に任命されたんだ。こんなところに戻ってくるか。俺は後片付けのために残っただけだ。ざまあねえな。お前らなんかじゃスマッシャーには手が届かない。だが安心しな。向こうが見つけてくれる。面倒は自分で片付けるのが好きなんだ。スマッシャーのところまで案内してもらう。無理な話だ。あいつは俺を信用しちゃいない。なあ、なぜお前らはスマッシャーを探してるんだ？スマッシャーはどうでもいい。シルバーハンドに何があったのかを知りたいだけ。ジョニー・シルバーハンド？何が知りたいんだ？スマッシャーはシルバーハンドの死体をどうしたか言ってた？なんだ、墓でも掘り返す気か。ソウルキラーにニューロンを焼かれ、自分のションベンにまみれて死んだとよ。死体はどうなったの？バットランズの油田近くに埋められてる。101号線を北に行き、埋め立て地の方を目指せ。十分深く掘りゃションベン駆逐菌の腕が見つかるかもな。もういい、始末しろ。終わらせな。顔を見てるだけで吐き気がする。待て、シルバーハンドを追ってるんだろ。いいもんがあるんだ。あんたにやってもいい。あんたからもらうものなんてない。よし、クズが一人減った。行こう。クソ、無駄骨だったね。結局何の手がかりもつかめなかった。おい、B、行ってやれ。ジョニーが諦めるなんて。ならこう言ってやって。クソ、直接話すらできないなんて。スマッシャーは…スマッシャー？ B、あんたはまだ現実がわからないのかい？あいつは氷山の一角でしかない。あいつを始末したところで一体何になる？マジもういい。一人にしてやれ。いずれは落ち着くだろうが、こういう時は一人になりたいはずだ。ええ、わかった。油田に行ってみよう。俺の墓がどんなところにあるか見てみたい。
わざわざこんなとこまで運んだとはお手数なこった。私が捨てられたゴミ捨て場よりマシよ。これが俺の墓かよ。何もないんだな。何を期待してたの？宝石や花でもあると思った？さあな。まあ、印とかせめて何かあってもいいだろう。今から残せばいい。少しはマシ？少しはね。でもこれが本物の俺の墓だったとしたら、なんて書いた？ジョニー・シルバーハンド、ここに眠る。テロリストにして嫌なやつ。きついな。でもそんな墓石を見たら、そいつに会ってみたくなる。褒めたわけじゃないんだけど。わかってる。俺はたくさんの間違いを犯してきた。信用してくれた人を裏切ったり利用したりしてな。世間知らずで自分勝手な男だった。でも唯一お前との関係だけは壊さずにここまでやってくることができた。ジョニー、別に私は気にしてないから。分かってる。でも聞いてくれ。俺が友達だと思ってた連中は同じ部屋にいることすりゃ耐えられなかったもんだ。ってことはお前はどんな友達より身近な存在だ。24時間一緒だからな。しかも俺を死ぬほど嫌ってはいなさそうだ。
初の頃は本当にクソ野郎だったよ。それはお前もだろう。ビクタンとこで最初に起きた時のことを覚えてるか？幻覚が見える怖いよってな。お次はミスティンとこで死にたくないって嘆いてた。あんたがタバコ吸いたいってただこねて私を殺せないことに怒ってたのは覚えてる。その俺たちがここまで来るとはな。まだ頭の中は居心地悪い。いや、快適とは言えないが変わってきた。起きた後しばらく自分が戻ってる感じがする時がある。え？戻ってるって？この体が自分のものになっちまったような自由な感じだ。それでほんの少しの間何か大切なものをなくしたような気分になる。その後いつものようにお前がいることに気づいてわけわかんねえ安心感が体中を駆け巡るんだ。さっき言ってた失望させた友達ってローグのこと？ローグ、オルト、ケリー、サンチアゴ。少なくともローグはまだ挽回できる。50年間何も変わらなかったようなふりして突然あいつの人生に入り込めるか？もう入り込んでるでしょ。まあな。昔あいつを映画に連れてくって約束したんだ。いい考えね。いつなら空いてるかローグに聞いてくれるか。ただまた俺と代わってもらうことになるが。いいよ、連絡する。頼む。行こう。長いしても仕方ないしな。来た甲斐はあった？もちろんだ。ありがとな、ビー。俺が入ったのが他の誰でもなくお前の頭でよかったよ。
ータルエアは快適な宇宙の旅をお届けします。ご旅行の際にはぜひオービタルエアをお選びください。この辺は初めて。友達を待ってるから。始めてた。来ない方が良かったかもね。どうして？フィクサーを通さない仕事は避けてる。直の依頼は厄介なことが多いから。プライバシーを守りたかったの。誰だってプライバシーは守りたいかもね。でも私ほどじゃない。驚いた。あんたは？そう、リージー・ウィズィーよ。かけて、話をしましょう。わかった。要件は？わからない。問題を抱えてるの。問題って、どんな？いい質問ね。今年はいろいろと調子が出なくて、もうずいぶん長い間まともな作品を作れてない。さらに厄介なことに恋をしたの。それはお気の毒に。あら、どうして？だって絶対に実ることのない恋でしょ。確かにそうね。それで相手は男？女？嫌になるこの手。軽く撫でたつもりでも火花が飛んだりするんだから。まあそれはともかく、相手はリアム・ノーサムという男性よ。付き合って何ヶ月かなんだけど、浮気をしてるみたいで。リアム・ノーサム、知らない名前ね。どんな人なの？40前後、繊細で全くの無欲。そんな人と出会ったことある？絶滅したかと。出会いは？私のマネージャーなの。どう聞こえるかは分かってる。彼は私のタイプですらないんだけど。だけど？いくら体をクロームにしても心は変わらない。本能には抗えないでしょ。で、私に何をしてほしいわけ？証拠が欲しい。それでこの関係は終わりにする。リアムはライオットに入り浸ってる。きっと誰かに会ってるのよ。その相手を知りたい。調べてくれる？任せておいて。よかった。具体的な情報をつかんで、確たる証拠が欲しいの。できれば映像や写真。ええ、わかった。それじゃあもう行って。何のつもりだ？
なさそうだな。入れ。面倒は起こすなよ。リアム・ノーソムって男を探してる。どこにいるか知らない？うっせえな。話すことは何もない。謝ってよ。時間がない。他にやることないわけ？最低の毎日ね。あ、うん、私に何か用？ああ、この辺に住んでるのか？うん、今を楽しめっての。あんたはなんとなく信用できない。ぐっすり寝たか？つまり知ってるってことね。一緒に服役してたの？同じ二段ベッドで寝てたとか？いや。でしょうね。絵に描いたような金持ちだもん。あんたや私のような人間は相手にしない。唾を吐きかけるとき以外はね。そんな男を気にかける必要がある？協力してよ。仕事だからさ、俺はそれで金もらってんだ。ならこっちも金を払う。私は平和主義の穏やかな人間よ。ちょっと中を見るだけだから誰も気づきはしない。重要な要件なの。ビップルームを覗いてみな。大抵はそこにいる。シウサムディア。どうした？さて、何があるかな。
を急いでるの？少し昼寝しないと。生きてる人間の記憶痕跡を作るなんてのは。いいのよ。
アラサカ社はリジーのキャリアに大きな関心を寄せているんだから、万が一事故死でもしたら大変。バックアップを用意しておくのは現実的な対策よ。そのことなんだが、バックアップを作るときにその修正を加えること。リズイはどう思う？体の改造をしている。少し魂の救済プログラムに保存された記憶痕跡は書き換えられないの。ちなみにどの程度の修正が必要なの？大きな修正さ。彼女は時々まるで別人みたいになるんだ。それに、いや忘れてくれ。まずは乾杯しよう。俺たちの協力関係に。おい、今の話お前も聞いたよな。レリック、あの女を俺と同じ目に合わせる気だ。同じじゃない。あんたは死んでも同然だけど、今回はバックアップよ。バックアップね。旅行の写真やなんかとは違うんだぞ。あの男は本人の許可も取らず裏で話を進める気だ。そんなことする権利は奴にはない。いや誰にもな。本人に一切バレずにことを進めてる。こんな話信じてくれるかしら。心配はいらない。あそこにはカメラがある。ってことは映像もあるはずだ。リアムの件で報告よ。私の思ってた通り？いえ、思ってたよりずっと悪い状況よ。どういうこと？よく聞いて。リアムはあんたの記憶痕跡を欲しがってる。あんたをコピーしようとしてるの。え？でもなぜ？彼はあんたのことを心配してた。同時に恐れてもいた。そんな、信じられない。嘘よ、そんなことはありえない。証拠がある。ほら、自分で聞いてみなよ。嘘よ、どうしてそんな。
早く旅に出たい。あっ、どいてってば。ママ。すべてはM。出会いは運命に定められる。ん？さあ、どうだか。ダメだ。他はキャンプに残るんだ。30分おきに巡回して、俺までも。B、来たね。なぜそいつがいる？ミリテクのコンボイに近づくのを禁じられて仲間を呼んだってわけか。俺に隠れてやろうって魂胆だな。ねえ、隠れてやるのにわざわざ。話が全く見えてこないんだけど。冗談じゃねえぞソウル。あのバシリスクが通るのを手をこまねいて見逃すつもりか。そうだ、こんな機会はめったに。機会？先に受けた仕事を放り出す機会か。私がいない間にいろいろ変わったのね。いや、何も変わってなどいない。あと1時間でバイオテクニカの連中が来る。今はおとなしくしていろ。ソウルの野郎、信じられねえぜ。企業にいいとこ見せよってのか。そのバシリスクってのは、ミリテクの装甲輸送艇。2060年代のジャンク品。連中はそれをまだ需要のある発展途上国に払い下げようとしてんの。そいつがすぐそばの101号線を通るんだ。見逃す手はねえ。ソウルの機嫌よりも重要ってわけね。そうよ、無事手に入れば何もかも元通りになる。俺たちは崩壊寸前だ。ここでバイオテクニカの言いなりになったら、いよいよ誰にも相手にされなくなる。つまり私を呼んだのは、この計画をソウルに隠れて実行するためってわけね。キャシリー、テッド、キャロル、ボブもこっち側。どうやって奪うのか聞かせて。助けてくれるんだ。まだ手伝うとは言ってない。じゃあみんなと話そう。一緒に来るのはベテラン4人だけ。他のメンバーは話してすらいないよ。ソウルに漏らすだけで出てくるかもしれない。若い連中はバシリスクを奪うことの意味を理解できない。かなりリスキーな話ね。そう見えて実は死ぬほど簡単な仕事だ。コンボイにはほとんど警備がついてない。おまけに俺たちは世界平和に貢献することにもなるんだぞ。こんなバケモンをどっかの途上国の紛争に持ち込むのは間違ってる。てこのアメリカで俺らが立派に役立ててやるよ。またソウルを説得しようとしたのか。ダメだったろ。ええ、じゃあみんな聞いて。ミリテクは分解したバシリスクをトラック2台に分けて運ぼうとしてる。おい、お前声が震えてないか。うるさい。鍵となるのは101号線の踏切だ。そこで背後から襲い離脱する。質問のある人は。うん、上出来だ。ええ、分かった。協力する。そう来なくっちゃ。助かる。まず駅まで移動する。そこにある機関車で進路を封じるの。どうする？一緒に乗ってく？一緒に行くよ。よし、早速出よう。確かに声が震えてたと思う。そんなことない。強がんなくて。でもうるさい。
そういうこと。ラフェンの様子は問題でも起きそう。ドールはそう思ってる。そこら中に見張りを配置してるよ。用心してるんでしょ。症状じゃなく病気そのものと戦わないと。ナイトシティが恋しくならない。まあ時々こっから全てが始まるんだって感じは好きだから。でもあの虚しさの思い出、一人じゃ何をしても無意味だって気づかされたよ。私も慣れるのに時間がかかった。完全に孤独ってわけじゃなかったけど。友達がいたの？ジャッキーってのがね、親友よ。きっと気に入ったと思う。ジャッキー覚えてる。なら機関車の方をいただいたら。バシリスクは放っておいてさ。だな、そのまま101号線まで戻りゃいいってわけだ。それならソウルも喜ぶ。準備はいいね。ミリテクのコンボイはナイトシティから基地まで行き、買い手と会うことになってる。途中にある踏切で襲うんだ。俺たちはデート、こいつで道を塞ぐだけでいい。 B、 質問は？どうやってこれを動かすつもり？キャロルがハックするから大丈夫。制御塔に侵入して疑似的な移動命令を出す必要がある。塔も使われてなさそうよ。俺たちが何とかする。お前とパナムはアクセスコードを探してくれ。よし、取り掛かろう。電車が好きだったの。たくさん線路が集まる駅もね。はあ、ジャンクションね。そうそう。自分がどこにでも行けそうな気がして、自由を感じるとか。もっと単純にワクワクだってる気？仕事にかかろう。してくれる？もちろん。ここにはない。
メね。へえ。あった。よし。キャロル、カードあったけど、どうすんの？それを読み取り機に入れて。ほら、V、カードを読み取り機に入れて。さて、どうなるか。B、話したいことがある。話って何？自分から頼んでおいて聞くのは変かもしれないけど、なぜ来てくれたの？ただではやらないよ。もう一丁よこせっての？そう来なくっちゃ。お好みに合うのをご用意しますよ。よし、みんなと合流しよう。コンボイの位置は監視してるの？うん、キャロルが通信チャンネルをモニターしてる。すべて計画通り、今のところは。あんたが初めてじゃないよ。励ましてくれなくて結構だよ。それって誰？スコーピオンだ。あいつは戦争から帰ってきた時、新しいアイデアやら友達やらを山ほど抱えてた。で、スネーク族に加わろうって言い出したんだ。それが俺たちの生きる道だって。初めて聞く話ね。ソウルはどうしたの？クランを何だと思ってるって怒鳴りつけてたな。1年間どんな仕事も任せなかった。いい励みになったよ。ありがとう。励ましはいらないんじゃなかった？眠っとこうかな。そうした方がいい。コンボイが来るまでまだある。
ったら起こして、パナムも休むなら別だけど。私は少し横になる。あんたの隣で星を眺めながらね。パナムにそんな趣味があったなんて。ひょっとして本棚に天体図でも置いてるの？もちろん。あれが北斗七星。その隣にある小さな星は見える？あれ？嘘。市長星が頭上に輝いたら。Ugh!
さかうまくいくとはな。当たり前でしょ、計画通りだ。B、どうだ、楽しかったか。もちろん。あのガラクタの組み立て役に選ばれなくてよかったな。ミチとテディはここからが本当のお楽しみだ。俺から話そうか。大丈夫、自分で話すから。クソ、パナム始まった。ここにあるのはミリテクのロゴがついたトラック2台だ。どれだけ目立つか想像つかないのか。おいおい、これ以上問題を増やしてどうする。ラフェンにいつ何時襲われるかって時に、ミリテクの心配までしないといけないんだぞ。うるさい、なんだっての。もういい加減にして。一生企業にこき使われたいならどうぞ勝手にすればいい。それならバシリスクは置いていく。それを見て昔を思い出すんだね。むしろ誰かに襲われたらこいつで反撃するくらいの気概は見せてよね。バイオテクニカの件が片付いたらクラン全体で会議だ。お前の処遇についてな。それまで俺の目につく場所にトラックを置くんじゃない。で、バシリスクは組み立てていいの。好きにしろ、俺のいないところでな。ボブとミッチは後ろのトラックをお願い。積み荷を下ろして。ああ、だが下ろしてどうすんだ。俺にいい考えがある。すんごい肺活量ね。ありがとう。あれほど叫んだのは子供の時以来だと思う。今でも全然出てた。必要な時はいつでも連絡して。 B、 もちろん連絡する。だからちゃんと出てよね。待ってるよ。それじゃ。
おい、ウィー、こっちだ。やあ、ミッチ、調子はどう？ああ、元気にやってるさ。でもな、仲間を大勢失っちまった。いい奴らだったってのによ。ウィー、お前は親友をなくしたことはあるか？雨を流したまえ。ええ、ジャッキーって友達よね。そうか。何があったんだ？ナイトシティではよくある話よ。そうだ、話があったんだ。手を借りたくてよ。何？最後のタムケってやつをやり残しててな。一人でやりたがねえからさ。わかった、手伝うよ。なら行こう。お前運転は得意だよな。ええ。で、今からドライブに行くぞ。ドライブって？おい、こいつを見ろよ。お前、都会もんだろ。誰のだ？そうやって何でも知りたがるのがその証拠だ。子供の頃からずっと思ってた。なあ、そう焦るなって。アルデカルドスじゃ全てはクランの持ち物なんだ。あそこの車はスコーピオンのだったが、俺がいただいた。こいつは俺の元愛車だ。へえ、どっちもいい車ね。ああ、そうだろ。ここじゃ車が俺たちの全てだからな。俺はスコーピオンので行く。お前はもう一台を使え。それじゃ行きましょう。先導する。ついてこい。N54 ニュースの世論調査。ミッチ、聞こえてる？ああ、だが今は運転に集中させてくれ。果たしてナイトシティの人々の願いは叶うのか、目が離せません。キールリンク大学の研究グループは、今日行われた記者会見の中で、次世代 3D プリンターアーティフェックスの驚異的な性能を全世界に見せつけることに成功しました。アーティフェックスはユーザーの脳の活動を読み取ることで、頭に思い浮かべた物体を作り出せるとのこと。スイスの大手企業ムーアテクノロジー社と共同。おい、どこ行く気だ？ついてこいって。順調にいけば来年にも製品化される見込みとなっています。オメガの愛嬌で知られていたオーストラリアです。到着だ。エンジンも切っていいぞ。オメガは野生生物としてシドニー郊外で暮らしながらも、同志から手厚い支援を受け。ちょっとミッチ、どういうこと？落ち着けよ。これがスコーピオンの望みなんだ。スペアタイヤみたいにトランクに詰め込まれることが？違う。あいつはド派手に弔って欲しがってたんだ。あいつを運転席に座らせたらガソリンをセットし、それから火をつけて崖下に落とす。まあ、スコーピオンがそれを望んだって言うなら。ねえ、それが遺言だ。何度も聞いたよ。タンクを取ってくれるか？はい。よし、それじゃ助手席に置いてくれ。運転手は準備できてるみたい。急いでやるぞ。こいつの体はあと 1,2 時間で風船みたいに膨らんじまう。それじゃショーを始めるとするか。やろう。そう来なくちゃ。仕掛けてある布切れに火をつけてくれ。俺はエンジンをかける。火がついた。急がないと爆発するよ。道中気をつけて行ってこいよ。
うまくいったな。これで約束は果たせた。残り支配よ、安らかなれ。さて、ビールでもどうだ。ええ、しっかり見遅れたことだし。よし、決まりだ。冷えたビールは最高だ。まったくね。ねえ、彼はどうしてスコーピオンって愛称で呼ばれてたの？まあそれがな、俺も全く知らねえんだ。聞く機会がなくてよ。サソリ座だからとか？でかい毒針がついてたのかもな。たくスコーピオンの野郎、寂しくなるぜ。ねえミッチ、どうしてわざわざ私に声をかけたの？いいやつそうだからさ。真面目に答えて。さあどうだろうな。でもこうしてあいつをちゃんと見送ることができたのはお前のおかげだ。偶然の巡り合わせさ。少しの間俺たちの道は交わった。それだけだ。ウィ、いいか、これは幸運のお守りだ。スコーピオンが持ってた。お前に預ける。もらってやってくれ。何これ？スコーピオンはいつも肌身離さずそれを持ってた。理由は知らん。いや、俺はもうしばらくここにいるよ。飲み足りね。分かった。私はもう行く。ああそうだ、もし足がないなら俺の車でキャンプに戻ってもいいぞ。それとありがとうナビー。今日のこともあの時助けてくれたこともよ。お前はいいやつだ。感謝してる。
况了。本月夜里城区均温度一直保持在人类舒适范围。夢を現実に、欲望に忠実に。クラーク、本当のあなたは解放しませんか？もちろん、すぐに行く。本当、最高だから。待ちきれない。終わりにしてやりましょう。